たまった、ごめん。たまった、敵出るわ、これ。確実に出ますよ、これ。やっぱり出た？どこ？敵どこ？何？え？嵐を越えて行けってだけ？いやいや出たでしょ。出たよ出た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 、もう。お前ら働けよ。そう、なんでだよ。当たらねえな、この銃は。この当たれっての、お前はクソ。どっから狙われてる？どこ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 。うわあいつのと。いいよ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 、よし、この隙に移動だ、移動。あいつを後ろからやらないとな。お、いい感じ。うら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 、お前。はい、ごめんなさいよ、ごめんなさいよ、ぶち殺して。まだいるか、まだいんのか、お前。All clear. Now come on, let's get inside.ます、ランサーで、ランサーでお願いします。もう弾取れないのか、うん、困ったな。で、あー、このパターンか。敵あっちから来るんだろう。どこだ、お前らぶち殺してやるよ。来いよ、粉々だこの野郎。ほら、虐殺だ虐殺。弾がない。あいつら硬いな。やばいやばい、うわ、I got him. 近接攻撃効く。どこかからブームショット撃ってきてるやつがいるな。あ、マジ？そんなとこにいた？
リボルバーの方が強いんだな、これが。どれ。ちょっと待って、レーザーでね、バリアを張ってるやつを乗っ取って、よし、死にさらせ、こら。バリア強い。やべ、バリア切れた途端に、あ、死んだ。敵の数が多いわ。うわ、かったいな、あいつ。お前らは近接で殺すよ。あとはどこだ。オーバーヒートしてんの、俺。うわ、あれ、しつこい。うわ、やば。よし、もうあと一匹ぐらいじゃない。どこにいる？見えないな。リボルバーで頭打ち抜いてやろうか。どこにいるんだよ。もう終わったのか。いや、いいね。一回ゲームオーバーになってもすぐリトライができる。さあ行くぞ、みんな。もう見るものはないでしょ。もう観光施設じゃないんだから。なんかこの配置もな、また敵出そうな感じなんだよね。振り返ったら出るとかそういうパターンじゃないの？それはない？
場所をクリア。よかった、スキフに戻りましょう。で次廃墟となった空港に、ビーコンを届けるね。スキフどこだ。これぐるっと回るんだっけ。This wasn't UIR territory originally. So, why'd they build their Hammer Dawn program so close to the COG border? Vasgari technology, my friend. It's what we're known for. We invented the transistor, the microchip. Of course, while we were making the world a more civilized place, カサ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 。ちょっと走ってる音がかっこ悪いな。ちょっと虫が走ってるみたいな。足音してる。I mean, where's the most devious possible place to build your super weapon? Right along your enemy's border. なんだよ、今戦闘を自分が走ってたのにいつの間にか君たちが騒ぎに来てた。よくわからんぞ。よし、そして、空港ってどこだね。空港第一目標、廃墟となった空港、これか。了解。So are Paddock's nomads up to the task of holding back the rest of those beacons? Yeah, I was wondering the same thing. And it seemed pretty tough. ワンからやってないね。どうしてこうなったのかわからないけど、こう世界が荒廃してるんだよな、こんな感じで。これはきっとね、高速道路とかあったんじゃないか的な構造物が並んでるんだよね。うん。まあ何があったのかはわからないけど、スワームあいつらとの戦いだよ。うん、まあシューティングゲームにそこまでのストーリーを求めてないんだけどしかし、ここの大地はあれだな、火星の大地みたいに真っ赤だな。まあ、火星の大地が赤いのかどうかもわからないけど、NASA の写真だと赤いよね。うん、実際ね、あれはなんか着色してるらしいよ。なんだろうね。もともとの画像ってのは白黒かなんか、あれだね、電波の波長みたいなやつを撮ってるみたいで。後からその波長に合わせて色をつけてるとかつけてないとか。おっと、これでついたかな。帰ってきたじゃない。ただいまみんな。ここら辺で降りればいいのかな。マルチャーが落ちてんじゃねえのこれ。マルチャーじゃん、マルチャー欲しい。ちょっと待って、グレネード回収し、しての弾も取れないな。でもなんか思わせぶりにマルチャーがあるからマルチャー取っておこう。なんかあれ渡した途端に敵が出てくるんじゃないのか。ゲーム的な詐欺読みで申し訳ないけど。ああ、届けてくれよ。Set that targeting beacon down. I'll deal with it in a bit. Gladly. いや、この光ってるのなんだ。マルチャーか。マルチャーだらけだな。Hey, Baird. Can we talk? Yeah, listen, kid. You still got a rock. お前をマルチャーで粉々にしてやろうか。Yeah, right. Of course. ふははははは。We can talk later.
Appreciate that. Thanks. Paddock said you were working on something? Yeah. 新たな能力を発見、バルディア。Go ahead. Install it.これはすごいものじゃないのか、もしかして。ジャックメニュー。バリア。あ。ん？ちょっと待って。ああ、アップグレード、ここもやれるのか。マジか。いや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 、全く気づかなかった。ちょっと待って待って、ちょっとクロークアップグレードしたいな。ちょっと待って、これどうやってやるのこれ。アップグレード X、 あ、なるほど。アジリティ、拡張、バリアもやっとくか。効果時間アップで、ハイジャックもアップグレードしたい。効果時間アップ。よし。なんだよ、そういうことかよ。危なかった。アップグレード取っといてよかった。やっぱり来るね。やっぱマルチャー落ちてたのはなんか、あれだったね。バリア。Y で前方にシールドを展開させる。敵見えてないのにバリア張ってもしょうがないだろ。よしよし、行くぞ。うわー、オーバーヒートした。まあでもバリア張ってるからね、平気ですよ。逃げてんじゃねえよお前ら。おお、誰かやられたじゃないか。出過ぎなんだよ、出過ぎ。ちょっと待て、誰だあれ、出過ぎたやつ。うわ、助けに来たこいつ、このハゲ、お前だよ、お前どうしてくれんだお前。頼むわ、頼む頼む、みんな死にかけてんじゃん。ちょっと待て、助けるたんびに殴られてる。助けろお前、助けろお前。よし、クソバカタレが、お前はハイジャックしてやる。おお、いい感じ。はい、あとは、あ、でも今の間にこいつ殺しとくか。ちょっと厄介だなこいつ。よし。おーい、頼むわバリア。なんだこれ、バリアのチュートリアじゃない、ないのかよ。だからさ、君たち、ヘルメットかぶろうぜ。敵ヘルメットかぶってるからさ。死ね、この。敵いるの？どこにいるよ。頭上にいるぞ。
お前もなんか死んどけ。どこにいる？もういないんじゃないの？次どこだ？あっちの倉庫？お？何振り返ってる？中にいるのかい？まだいた。でこっちから来ると、うわちょっと画面揺れるんですけど、このリボルは強えな。やべ、一人死んだ。あいつ倒したな。よーし。ボルトックの方がヘッドショット出るんだよね。おかしな話だよ。あ、スキフに戻って出発する。すまねえ、ちょっと話が見えねえ。どういうことだってばよ。悪いんだけど、スキフに乗ってどこに行くんだ。場所をクリア、クリアしちゃったけど。わりわり、ちょっと君たちの会話聞いてなかったんだわ。どこに行くわけ次。申し訳ない、申し訳ない、ちょっと申し訳ないけど、わからない。本当にスキフに乗って出かけるのかい。すまねえが、ちょっと話を、誰か話をしてくれ。ちょっと、ちょっとパドックさん、なんか喋ってくれないですか。どうするんですかこれ。次はどこへ行けばいいんですか。何かどこかに、あのさっきのなんたらかんたろどこそこへこう運ぶみたいな話してませんでしたっけ。もう一切覚えてないけど、これだよこれ。あれこれもういいのこれ。あれどういうこと？どういうことなの？誰か教えて。みんな黙ってんじゃん。なんか喋ってよ。次ここに行くぞとか。うわぁ、敵を倒すのに集中してても全然コメント見れなかったわ。
スキフに乗って出発とか言われても、まあ、ちょっとパドックさん次どこ行くか教えてねえ、ちょっとみんな、え、飛行機には乗っけてくれないわけ、飛行機には乗っけてくれない、うわっ、おいお前ふざけんな、目的地をさちゃんと教えないのに、あの飛行機のプロペラで死ぬとかさ、そういうとこだけなんかやたら当たり判定リアルにするのやめてほしいな。くっそー、なんだお前、ふ、こうちょっと不親切すぎるぞ、ちょっと教えて、次どこに行くのか教えて、なんだよこれ、ありえねえんだけど、あんなところで死ぬなんて、ぐちゃーとか言って、え、もう一度あれかな、訓練施設に行って探すのかな、出発する、場所をクリア、とりあえず走ってみるけど、え、仕事に戻るかって言われて、はい、こうクリアしてるもんね、全然わからんっすよ、もうクリアしてるもんね、ちょっと待って、ここでまた取ってくるわけ、あ？どういうことなの、すまーん、マジでわからん、ちょっと誰か教えて。目的ないじゃん。目的ないのに。ああ、なんか連絡来た。あ、はい。よかった。なんかシナリオ進んだ。あ、よかったよかった。よかった。ここね。だよ、これ。またこの赤い大地を、スキフっていう、この、なんていうのかな。素敵な、ナイスな乗り物で。下っていきますよ。何なの？ここ舞台は地球なの？地球外惑星なの？わかりませんけれども。せえ。ここら辺だな。よし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 。死んでる。まだ戦ってるぞ、助けるんだ。いや、来たわ。動き早いな。お前は。ハイジャック。うわ、ちょっと待って、ハイジャックし、さ、聞いてないんだけど。頼むよ、ハイジャック、一匹ハイジャックして、オ
those bloody things! うわ、何匹いんだ。やべえな。おい、ちょっと待って。やべえな。2匹かと思ったら3体いたわ。おい、ちょっと待って、近接攻撃やめろこの野郎。あったのか近接攻撃とか。ちょっと待って、うわ、ちょっと待ってくれよ。助けて助けて。よしよしよし、出る出る出る、最高。やばいな。あー、ここ死角になってる。くっそ。あー、死んだ死んだわこれ。